お前たちにとって変遷とはどういう意味を持つ？変遷とは前へと突き進み、自分自身に変化をもたらすことなのか、それとも先の見える未来へと飛躍することなのか。俺たちは皆、虚弱から始まる。失敗、失意、失望、絶望。人生とは己の弱さと向き合うこと。その弱さは人を怪物へと変えてしまうのか、それともその弱さのせいで失敗ばかりするのか、あるいは自分自身を成長させるのか。なぜならば人が成功するとき、どこから来たのかなど関係ない、どこへ向かうのかも関係ない。弱さに勝つことで人は必ず強くなれる。だから俺たちはこう思う。そして人生は一度きりであり、変化を否定することは負けを認めることだからだ。全ての人が善人になり、同じ柄の服を着る。安心な空間にとどまる。安全に行動をする。そして走り出す。それが俺たちにとっての変遷です。断罪へと誘う橋。平凡な人々の心の中に恐怖を作り出す。それが俺たちの本当の姿だ。そしてこれが俺たちの最大の希望で、そして今後来たるべき100年は前世紀をも上回るだろう。